にちは。こんにちは。今何の練習をしていたんですか？今はリップスラーの練習をしていました。実はですね、吹奏楽をやっている中高生からたくさんの質問が来ているので、いくつか読み上げていきたいと思います。まず高校2年生の女子生徒からです。どの音域でも同じ音質で吹ける練習は何ですか？はい、下の低い音から高い音までゆっくりテンポ60のテンポでゆっくりロングトーンをしてあげてください。そうすると口の筋肉もついて音質もすごく良くなると思います。中学1年生の女子セクションリーダーの子からです。はい、家で練習ができないので服以外に家でできる練習はありますか？はい、あります。曲を練習しているのであれば、その曲を聴きながらフィンガリング、指を押すっていう作業がすごく勉強になっていいと思います。今度は高校1年生の女子生徒からです。個人だと自分の音しか聞こえないので思い切って音が出せません。まずは自分の音を好きになってください。そしてみんなに聞いてっていう、その心を持つことが大事だと思います。じゃ続いての質問です。はい、ハイトーンをきれいに出せるようになるにはどんな練習がいいですか？はい、そうですね、とにかく音階をたくさんやってください。高い音ばかり練習していると口も疲れちゃいますし、すごく効率が悪いと思います。音階で下の音から上の音まできちんと音を出すことができれば綺麗になると思いますよ。注意するべき点なんですけども、高い音がきつい、高いと思わない方が綺麗に出ると思います。皆の前に立つのは勇気がすごくいることなんですけども、小学生からも質問をいただいております。自分一人の意見をみんなに押し付けないようにした方がいいと思います。こんな質問が届いているんですけど、はい、必ずできると思います。